皆さん、こんにちは、ゆっくりかなみです。ゆっくり次郎だぜ。ねえねえ、次郎。どうした、かなみ。今、アニメで柱稽古編に突入してすごく話題になっている鬼滅の刃だけど、刀鍛冶の里編で一つ、気になったシーンがあるんだけど。おお、どこのシーンかな？甘露寺蜜璃が増白天の強圧明波を防いだシーンについてたんだけど、なんか少し違和感を感じないかしら？確かにな、実は俺もそのシーンに少し違和感を感じていたんだよ。そうだったの？それじゃあ今回は甘露寺蜜璃が増白天の強圧明波を防いだシーンの違和感について解説していってほしいわ。ああ、そうだな。それにもう一つ甘露寺関係で、甘露寺が蛇柱のイグローバナイのことを好きになった理由についても知りたいわ。そうだな、それじゃあ今回は甘露寺蜜璃が増白天の強圧明波を防いだシーンと甘露寺が蛇柱のイグローバナイのことを好きになった理由について解説していくぜ。助かるわ。まず、甘露寺蜜璃といえば、鬼殺隊最高位の柱の一人でありながら、鬼滅の刃のマドンナ的存在で、可愛らしい見た目や、乙女な言動とのギャップが人気のキャラクターだよな。そうね、可愛らしくて強い、そして無邪気で優しくて、周りを和ませるキャラクターでありながら、刀鍛冶の里編ではメインに活躍した柱であり、さらに最終決戦までの熾烈な戦いの中で、大切な仲間を守るために戦い抜く彼女の姿がすごくかっこよかったわね。そうだな。自分の過去やコンプレックスを克服していく姿や、最終決戦の中で交わされたイグロとの約束に感動した人も多いはずだ。そうね、あの素敵な約束は今でも忘れないわ。甘露寺蜜璃は炭治郎たちをはじめとし、下級隊士たちが惚れる描写も多いほどの可愛らしい女の子だよな。そうね、作中の描写では炭治郎が鼻血を出しているシーンもあったしね。そして両目の下には泣きぼくろがあって、長い特徴的な髪の毛は桜色から緑色にグラデーションがかかり編み込まれているよな。そういえば、どうしてそんな特徴的な髪色になってしまったのかしら？もともとは黒髪じゃなかったの？その通りだぜ。もともとは黒髪だったんだぜ。じゃあ、どうして桜色と緑色が混ざっているのかしら？その理由は甘露寺の好物である桜餅を8ヶ月間毎日食べ続けていた結果、髪が変色してしまったらしいぞ。え、すごく衝撃的な理由ね。そんなに桜餅が好きだったのね。ほんと衝撃的だよな。それにどうして甘露寺の大服は大きく胸元が開いているのかしら？確か、大正時代は女性が肌を晒すのは、はしたないとされていたはずよね。そうだな、このかなり攻めてるデザインの大服は隠しであるゲスメガネでおなじみの前田正雄が、勝手に選んだデザインだったんだ。しかし甘露寺は疑うこともなくこの大服を着用してしまったらしいぞ。なるほど、ここの大服になったのはそんな裏側があったのね。そうなんだぜ。他にも甘露寺はとにかく惚れっぽい性格で、柱会議でもいろんな柱たちにときめいていたよな。それに甘露寺のときめく対象は異性だけじゃないからな。確かに、同性である虫柱の胡蝶忍に対しても忍ちゃん怒っているみたい、珍しいわね。かっこいいわとときめいていたわね。こんな感じで甘露寺は天真爛漫な性格だから、公式ファンブックによると話しかけやすい柱ランキングでは堂々の第1位に選ばれていたよな。そうね、でもどうして鬼殺隊に入ったのかしら？実は甘露寺は炭治郎に鬼殺隊に入った理由を聞かれていたんだ。え、すごく気になるわ。何なの理由って？炭治郎に理由を尋ねられた時は、添い遂げる殿方を見つけるためのな、と答えていたんだ。なるほど、要するに婚活っていう認識で合ってるから？まあそうだな。婚活のために鬼殺隊に入り、鬼殺隊最高位の柱まで上り詰めたってすごいわね。そうだな、実際炭治郎もこの話を聞いて拍子抜けしていたんだ。そりゃそうなるわよね。でもな、その動機は甘露寺本人にとってはすごく本気で、自分よりも強い殿方が好き、強いけどなかなか会えない柱の人に会うために自分も柱になったと言ったんだ。なるほど、甘露寺の理由は本気だったね。しかし、頭の中はお花畑かと思っていたら、柱である以上戦いになると責任感と意志が強くて、頼もしいキャラクターなんだぜ。そうだよね、刀鍛冶の里編では、任せといて、みんな私が守るからねと柱として仲間を、安心させながらしっかりと守りきるというように、しっかりと責任感があってかっこよかったよね。そんな甘露寺はかつて厳しすぎて脱落者が後を絶たない、煉獄杏寿郎のママ子でもあり、柱になるまで成長しているから相当な、努力をしてきたのだろうな。そうね、それに、私いたずらに人を傷つける奴にはキュンとしないのと怒ったり、最終決戦では、負傷していながらも無残の左腕を引きちぎり、炭治郎を守るシーンもあったよね。仲間を守るために自分のことを気にせずに全力で立ち向かうかっこいい女の子よね。そんな甘露寺の家族はどんな感じなのかしら？実は甘露寺の家族に関しては詳しい情報は公開されていないんだ。
でもかなり裕福な家庭に生まれたが高いな。どうしてそう言えるの？甘露寺は作中で、養蜂していることが明かされていて、史実でも実際に明治時代に大都会で養蜂を行い、富を成した者がいたそうだ。なるほどね。さらに公式ファンブックでは、出身地が東京都麻布飯倉でここは現在の港区麻布台と紹介されていたんだ。現在の港区ってめっちゃお金持ちね。昔は家族や高級監視の邸宅、軍の施設が複数ある場所だったらしいぞ。とにかくすごいお金持ちの家庭だったのね。そうだ、他にもお金持ちだとわかるシーンがあって、刀鍛冶の里編で炭治郎や禰豆子と共に宿泊先の廊下を歩いているシーンがあったよな。確かにそんなシーンもあったわ。その時甘露寺が口ずさんでいたのは、トニアレ節という明治維新期の官軍の新聞歌なんだ。このことから軍人系の名家である可能性が高いんだ。なるほどね。それに甘露寺は相撲取り3人分よりもまだ食べるというものすごい食欲を持つ人なので、その食費を賄う余裕のある家庭だったのだろうな。確かに、すごい量のご飯を食べていたわね。さて、そろそろ強圧明派を防ぐことができた理由について解説していくぞ。よ、これをずっと待ってました。甘露寺が強圧明派を防ぐことができた理由、彼女の体質が大きく関係しているんだぜ。体質？どういうこと？実は甘露寺は得意体質を持っていて、金銭維の密度が普通の人の8倍あると作中で明らかにされているんだ。金銭維の密度が8倍ってもう才能ね。甘露寺がまだ1歳2ヶ月だった時に15キロもする漬物石を持ち上げたという激ヤバエピソードがあったんだ。1歳2ヶ月で15キロの漬物石を持ち上げたの？そうだぜ。そんな彼女の体質は現代では、ミオスタチン関連筋肉肥大という遺伝子疾患の一つなんだ。遺伝子疾患なのね。どんな症状なのかしら？その症状は筋肉が凄まじいスピードで成長するという疾患で、筋肉が莫大なエネルギーを消費するから、飢餓につながりやすく生存率が低くなってしまうんだ。生存率下がっちゃうの？そうだぜ。ただこの症状はいくら筋肉量が一般人より多いといっても普通の人の 1.5 倍から2倍程度の範囲なんだ。なんだ、もっと多いのかと思ったわ。甘露寺がこの症状に当てはまるかはわからないが、普通の人の8倍となると筋肉のエネルギー消費が凄まじくて、一般的には肉体が耐えることができないはずなんだ。確かにいくら柱でも常人の8倍の代謝だったら戦闘なんてできないはずだしね。そうだな。まあこのことから甘露寺のタフさが普通の比ではないことがわかるよな。刀鍛冶の里編における上弦の死、反天狗との戦いで甘露寺が増白天の強圧明派という技を真正面からまともに受けてしまうシーンがあったよな。そうそう、そこね。まず、強圧明派は空気を振動させて、大きな衝撃波を発生させて攻撃する音波攻撃なんだ。なるほど、なるほど。音波攻撃は水分が少ないものへの効果は薄いから、服や刀に対してのダメージがないはずだし、技を出す増白天が口から視認することができない何かを放出している描写がある点が挙げられるな。確かにそうね。さらに、常に伸縮している筋細胞は変形に強いから、他の細胞よりも音波に対する耐性があると考えられるな。そうなのね。それに、甘露寺は常人よりも筋肉の密度が高いから、筋肉の壁で細胞や内臓の破壊を防げたのも大きな要因だな。確かに、一般人よりも筋肉の密度が8倍あるって言っていたわね。甘露寺の強みは、強靭なフィジカル、肉体にも見えるけど、それだけじゃないんだね。そうだな、筋肉量が凄まじいものの、甘露寺はパワータイプというわけでもなく、女性特有の柔軟性を持ち合わせているな。そうね、他にも斬撃のスピードも音柱、うずい天元をしのぐほどで、可動域が広い戦闘を展開できると言えるな。つまり、フィジカルと柔軟性、そしてスピードを生かしたオールラウンダーな戦闘スタイルが甘露寺の強みと言えるのね。そうだな、それに甘露寺の日輪刀はとてもしなやかで、強靭な彼女のフィジカル、柔軟性、そしてスピードを存分に生かすことができる仕様になっているんだぜ。なるほど、だから甘露寺の刀はあんなに特殊な刀なのね。その通りだぜ。ちなみに、この甘露寺の特殊な刀は、刀鍛冶の里の長である鉄地川原鉄鎮が打った傑作と言われている刀なんだぜ。なるほど、あのおじちゃんが打った刀だったのね。甘露寺の戦闘シーンではこの刀を亜神体操のリボンのように使って縦横無尽に敵を囲い込む描写があったんだぜ。そうね、まさに51体の理想を体現していて、柱の中でも甘露寺しか成し得ない。この戦い方をできるのが強みだよね。一方で蛇柱のイグローバナイが指摘する通り、論理的に考えて動くことが苦手な傾向もあるな。確かに、刀鍛冶の里編で、いち早くあざが発言した。甘露寺は産屋敷家での会議で産屋敷あまねに、あざが現れた時の状況説明を求められた時、張り切って説明していたけど、
気温ばっかで全く伝わってこない内容に、本人も恥じ入っていたね。最終決戦でも、勇み足であまり考えずに突っ込んでいって、相手の術に、見事にはまっていたしな。確かにそうね。その時は一緒に戦っていたイグロがうまくフォローしてくれたから大丈夫だったけど、一人で任務に当たる時は危うい時もあったのかもしれないね。他の柱たちが各々戦術を立てながら戦っていたのに力技で押し切るスタイルが目立っていたしな。他にもユシロウと協力して自分とイグロが、全員死んだように見せかけて、無惨を騙そうという作戦の最中仲間のピンチに、焦ってしまいじっと強いられなくて、思わず飛び出してしまったシーンもあったよな。そうそう、結構危なっかしいよね。状況判断や分析が苦手に見える描写が多々あって、そういった意味ではいくら甘露寺でも他の柱たちと、比べると見劣りしてしまう部分もあるということだな。確かにそうね。鬼と戦うのに状況判断、分析が苦手って結構な弱点かもね。でもな、カナミ、考えるよりも前に体が動いてしまう癖があるおかげで数多くの人の命を救ってきたのも、いいことだよな。そう考えれば、いい捉え方もできるわね。自分に足りないところを自覚して、それを補う戦い方ができるところが、柱たるゆえんなのかもしれないな。次は縁柱、煉獄さんとの共通点についてだぜ。確か、甘露寺は煉獄さんのママ子だったよね。そうだぜ。甘露寺はもともと鬼とは無縁の生活を送る普通の女の子だったんだぜ。え、そうだったの？確かに、さっき裕福な家庭だったという話をしていたね。甘露寺は17歳でお見合いをすることになるんだが、常軌を逸した大食いであることだったり、奇抜な髪色のせいで破談を繰り返していたんだ。鬼殺隊のマドンナでもそんなことがあったのね。そうなんだぜ。作中の描写では甘露寺は、君と結婚できるのなんて熊飼いの獅子か牛くらいでしょう。そのおかしな頭の色も子供に遺伝したらと、思うとゾッとします。と言われていたことがあったんだぜ。え、そんなことを、結構傷ついただろうね。そんな感じで、甘露寺は自分が生まれ持った性質を、否定された経験を経て、結婚するために力の弱いふりをしたり、髪の色を染め粉で黒くしたり、食事を我慢して体調を崩したりしていたんだ。普段あんなに明るい甘露寺にもそんな過去があったのね。そうなんだ、その結果、結婚を申し込まれることはあったのに、いいのかな？私一生こうして生きていくのかな？私が私のままできること、人の役に立てることがあるんじゃないかな？と思うようになってしまったんだ。なるほど、そうしてどんどんネガティブになっていったのね。でもそう思ったおかげで自分が偽らなくてもいい場所やありのままの自分を好きになってくれる相手を、探して鬼殺隊に入隊したんだ。そんな経緯があって鬼殺隊に入隊したのね。そうだぜ、しかし入隊したのはいいものの最初呼吸もうまく扱えなくて、剣術にも苦手意識があって、自分が鬼殺隊にいていいのかと悩みを抱えていたんだぜ。あの甘露寺でも最初は呼吸も剣術もうまくいかなくて悩んでいたのね。確かに今の甘露寺からは全く想像できないよな。でも、そんな甘露寺に転機が訪れたんだ。それは煉獄教授老外伝で書かれた師匠である、煉獄さんの柱就任がかかった任務だったんだ。そこで鬼の血鬼術に襲われていた親子を守ろうとした際の自分の動きが甘露寺ならではの、恋の呼吸のヒントになったんだ。なるほど、この煉獄さんに教わっていた時はまだ、恋の呼吸ではなかったのね。そうなんだぜ、その後助けた親子にお礼を言われて、甘露寺は自分が認められたと感じたんだ。他にも煉獄さんからの、何より君には人を愛する心がある。君の育て手になれて俺は幸せ者だ、誇りに思う、という熱い言葉を受けて、素敵な殿方を探すこと。と同じくらい自分らしくいられる居場所を探していたことを思い出したんだ。さすが、煉獄さんね。しっかりと甘露寺のことを分かっていたのね。こんな感じで煉獄さんとの師弟関係の中で甘露寺は鬼殺隊で成長していく大きな土台を築いていったんだ。そして特に甘露寺と煉獄さんは戦い方が似ているところがあるんだぜ。え？そうなの全然気づかなかったわ。例えば、甘露寺はハンテングと戦った時に、こっちは私が何とかするから本体をお願い。というシーンがあったよな。ああ確かにあったね。煉獄さんも無限列車編で陰夢と戦った時には、俺は後方御用を守る、君は鬼の首を探せ、と言っていたんだ。確かに、二人とも後輩のために時間を稼ぐという戦い方をしているから師弟関係の中で甘露寺が受け継いだ、スタンスなのかもしれないわね。そうだな、他にも煉獄さんは、心を燃やせという言葉を核に据えていて、その一方で甘露寺は、燃えるような恋心を剣に込めていたな。確かに繋がっているわね。恋の呼吸の使い手である甘露寺は煉獄さんと似た考え方を受け継いでいると言えるな。公式ファンブックでは甘露寺から見た煉獄さんの印象は、かっこいいお兄様。一緒に修行して楽しかった、可愛がってもらった。そして煉獄さんから見た甘露寺の印象は、
才能がすごい、技の独創性もすごい、可愛い後輩、となっていて甘露寺にとっていい兄であり、いい師であったことがわかるんだ。さらに、鬼殺隊当主である産屋敷かがやに言われた言葉も甘露寺の支えになった様子が描かれていたんだ。え？甘露寺になんて言ったのかしら？その言葉は、君は神様から特別に愛された人なんだよ。自分の強さを誇りなさい。君を悪く言う人はみんな、君の才能を恐れて、羨ましがってるんだよと言われたんだ。確かにこの言葉は人と違うことを恥じて悪いことだと感じていた甘露寺が本当の意味で、自分の評価と向き合う大きなきっかけになったんだね。さすが親方様ね、いいこと言うわね。さらに甘露寺が活躍する、刀鍛冶の里編では、甘露寺を守ろうとする下級隊士たちの姿に、感動してさらに頑張ろうと思った、きっかけになったんだな。女の子なのにこんなに強くていいのかなって、また人間じゃないみたいに言われるんじゃないのかなって怖くて力を抑えていたけどもうやめるね。というこのセリフは過去の自分の迷いや、トラウマを乗り越えた証拠でもあるな。なるほど、その結果、私が私のままできること、自分の仲間を守るために自分の強さを役立てるという、存在価値を見出しているんだね。そうだ、中でも蛇柱のイグローバナイトは食事や文通をする中で自分に優しくしてくれる、大切な存在だったんだ。甘露寺はイグロに告白まで考えることまであったものの、見合いが破談した際のトラウマやイグロは自分だけじゃなく、誰にでも親切なのだと思って、告白できずにいたことも明らかになっているんだ。過去のトラウマが邪魔してなかなかうまく、恋が進まなかったのね。この事実から甘露寺が本当の意味で自分のコンプレックスを克服したのはイグロに思いを、伝えることができた最終決戦の時だったんだな。確かに、なんだか切ないわね。でもなんでイグロのことを好きになったのかしら？それじゃあ、次は甘露寺がイグロのことを好きになった理由について解説していくぜ。でも、そもそもイグロと甘露寺はいろんな点で対照的に書かれているキャラクターだよね。確かに、わかりやすい印象だけでも明るく社交的な甘露寺と、暗く内向的なイグロは対照的だよな。さらに言えば、甘露寺がお見合いでけなされてきた見た目や、先天的な得意体質とは違ってイグロの傷は後天的に他人の狂気によってつけられたものだな。確かに。加えて家族仲の良い甘露寺と一族に餌として見られていたイグロは生まれ育った環境も対照的だと言えるね。ああ、でも二人の対比はそれだけではなくて、普通であることに対する向き合い方も正反対なんだ。普通であること？イグロは人々から金品を強奪して生計を立てる一族に生まれたんだ。女の子ばかりが生まれる家系でイグロは370年ぶりに生まれた男の子だったんだ。そんなに女の子ばっかりだったんだね。座敷牢に軟禁されていずれ蛇鬼に食われるために生かされたんだ。蛇鬼の狂気的な欲を注がれ口元を裂かれるも生かされイグロは命からがら逃亡するもののそのせいで、50人が死んだと、後にいとこから責められたんだ。イグロもそんな人生を歩んでいたのね。そうなんだ、こんな壮絶な過去を持つイグロは自身の存在意義に強烈な負い目を感じて甘露寺に、一目惚れをするも思いを告げる気は一切なかったんだ。いわばイグロは鬼殺隊ですら、普通に生きることを諦めていてだからこそ、甘露寺に対しても明らかに、特別でありながら結ばれる気は最初からなかったんだ。なるほど、イグロにも過去のトラウマとかが原因となってなかなか告白しなかったのね。かわいそうね。それに対して甘露寺は鬼殺隊の中でしか、普通に生きられなかった人物なんだ。当時の社会では、女性が男性よりも強いことや人と違うことが異端視される風潮の中で甘露寺は実際にお見合いの相手から、いろんなことを言われて傷つけられていたよな。そうね、本当に落ち込むようなことをたくさん言われていたね。だからこそ、甘露寺は実力主義で特殊な境遇や能力の持ち主である異端児が集まる鬼殺隊を、居場所に選んで居心地よく感じているんだな。なるほど、確かに甘露寺にとっては居心地の良い場所ね。こんな感じで、普通であることを諦めるイグロと、普通であることを絶望する甘露寺は対照的だよな。確かに対照的ね。他にも、イグロはかつて蛇鬼の餌として幽閉されていた時の挑発を切ったのに対して、甘露寺はお見合い相手たちにおかしいと言われた。髪を切ることはなく、伸ばし続けているよな。確かに、そんなところも対照的なのね。そうなんだ、これは過去と決別したいというイグロの、気持ちと過去を受け入れて乗り越えたいという、甘露寺の向き合い方の違いという、対比、対照的と見ることができるんだ。それにイグロは自分たちのために自分を犠牲にする。女たちに囲まれて忌むべき環境と恐怖の中で、
生きていたのに対して甘露寺は周囲に合わせるために、必死に自分を犠牲にしてきたというところも、関わっているのかもね。そうだな、このように対照的な存在だからこそ互いにとって新鮮な存在だったのかもしれないな。今まで自分を生贄にしてきた恐ろしい女性たちと違って、素直で優しくて心からの笑顔を向けてくれる甘露寺は、イブロにとって初めて出会った普通の女の子であって、一目惚れした相手だったんだな。なるほど、だからイブロは甘露寺が好きなのね。そうだぜ、そして甘露寺にとってイブロは甘露寺が、悩み続けてきた、ありのままの自分、を当たり前のように無条件に肯定してくれ、好ましく思ってくれる存在だったんだな。つまり、いともたやすく甘露寺が傷つけられてきた、尊厳を守った存在だったということね。そういうことだ。こうしてみると互いに異性に関する不信を抱きながらも鬼殺隊を通じて惹かれ合ったことがわかるわね。そうだな、このことが象徴的に現れているのが、イブロさんと食べるご飯が一番美味しいの、という甘露寺の言葉なんだぜ。相撲取り身人よりも食が太い甘露寺にとって、大食いであることもコンプレックスだったが、彼女にとっては何も気にせずご飯を、美味しく食べられるという感覚は、とても価値のあることだったはずね。この言葉は甘露寺にとってイブロといる自分こそがありのままでいられる自分だったという証だったんだな。なるほどな、イブロと一緒にいると自分を隠しさずにありのままの自分でいることができるから、気分がいいのね。そうだな、このようにお互いがお互いのコンプレックスを認めて互いにとって新鮮な相手、だからこそ両思いだったんだな。そういうことなのね。今回は甘露寺が増白天の強圧明波を防ぐことができた理由やイブロとの関係について解説していったぜ。すごくためになったわ。やっぱり戦いだけじゃなくて恋愛に関しても書かれているのが鬼滅の刃のいいところよね。そうだな。このチャンネルでは鬼滅の刃の解説や考察などをたくさん配信しているから少しでも興味のある方は、ぜひチャンネル登録していってね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。